皆さんこんにちは、メイクアップアーティストのアリサです。先日私誕生日を迎えました。また一つ年を重ねることができたんですが、今までね、私年齢を非公開にしていたんですが、私がアラサーだということを解禁しました。リアルな数字は内緒なんですけど、まあ永遠の24歳でいこうと思っています。めっちゃ痛いただのおばはんなんですけど、24歳って言ってるけどもね、顔のねたるみは正直なんですよ。重力、特に重力に負けてこのたるみがね本当にやばいなぁと年々思っています。もうちょっとこう上がってくれたらいいんだけど、いつまでもね本当に綺麗にいたいんですよ。そんな悩めるアラサーになんと誕生日プレゼントでね、主人がこちらイヤーアップをプレゼントしてくれました。はい、優しい。何気なくこのイヤーアップっていうのがあって欲しいなーみたいなこと言ったら用意してくれてました。皆さんこのイヤーアップってご存知ですか？これはね、なんと耳にかけるだけの超超超スーパー素晴らしい美容器具なんです。 Bluetooth のイヤホンみたいなやつがあるんですけど、これはね耳にかけるだけでリフトアップされるっていうねアイテムなんです。まだね実は1回しか使ったことないので、今日はこれが本当にすごいものなのかみんなと一緒に検証していこうと思います。使い方はね R と L が書いてあるので、こちらを確認して耳をこうかけるんですけど、私ね耳がめちゃくちゃちっちゃいんですよ。はい、でそういうね小さい人はここをねこう折り曲げて調整するみたいです。かけてツボがあるみたいで、こことこことここにあるみたいです。その3つのうちのどこかに当てます。で下のねここはここに当てます。はい、これだけです。これで本当にリフトアップされるのかっていう話で、写真に撮っとこう。写真に収めときました。すでに上がってる気がしない？そんな気のせい？え、上がってきてるよね。でね、さらにねこのツボをね揉みほぐすといいみたいで、こう押さえます。ぎゅーぎゅー、あー気持ちいい。このね押さえるだけでねすっごく気持ちいいんですよね。ツボが揉みほぐす時の注意点は、強く押しすぎないように気をつけてください。痛みが出るような場合は直ちに押しながらこれの説明をしていきます。今ねここの耳の後ろ、ここのねツボはね、頭痛、顔のむくみ、首のこり、目の疲労、めまいに効くみたいです。で続いてここの上の部分をしているところが耳門って言って、ここがね耳鳴り、中耳炎、外耳炎、顔面の神経麻痺、神経痛。続いて聴球はお口を開けるとへこむところ、ここのツボです。移動させます。ここはね耳鳴り、難聴、顔の筋肉からくる頭痛、めまい、視力の低下など、視力は悪いからこれは押しておきたい。腸炎はこれのちょっとずらした下に、腸炎は耳鳴り、難聴、中耳炎、外耳炎、寛骨が一番大事だね。はい、押そう。ええ、すごくない？めっちゃへこんだよね。え、こんなへこむ？自分でもね、このモニターで分かった。びっくりした。スッてなってるよね。すごくない？気持ち悪いぐらい左右の差があるんだけど、口角も上がってる。ちょっとビフォーアフターでこっちにさっきの写真出す。もう明らかにここがなくなったもん。なくなったっていうか引き上がったっていうのが正しいんだよね。すっごー、なんかさ目尻もこう上がってない？
こっち釣り目になってる。今日で2回目なんですけど、前回はね両方やったからね、あんまり効いたっていうのがね分かなかったんだけど、片方だけこうやって比べるとすっごい分かる。ずっと押してたからすごいポカポカなって何とも言えない感じに今なってます。ポッポして気持ちいい。なぜこれがリフトアップにつながるかっていうとね、ここに強力な磁石がついていて、これが表情筋にアプローチしてくれるみたいです。美顔にとってとても大切なツボがこちらのね4つだったんですけど、これをね刺激することによってフェイシャルエッセと同じようなトリートメント効果があるそうです。磁力が表情筋にアプローチをして血行を良くして老廃物を流す働きもあるんですね。で、顔のコリとかも取るから、それと同じ効果で今こう引き上がったんじゃないかなと思っています。これはねながら美容にすごく向いていて、さっきは刺激したけど刺激しなくてもここに当てとくだけでいいんですよね。これをかけとくだけでいいから、ご飯作ったりとかそのまま家事もできるし、これをつけてテレビを見てたらテレビを見ながら綺麗になれる。楽して綺麗になれるってもう誰もがみんな求めてるよね。実はリファとか持ってんだけど完全にオブジェになってるんですよ。うん。だけどこれは耳にかけるだけだから絶対続けれると思う。こんなに目に見えて効果があると続けれるよね。今回ねイヤーアップの検証をしてみましたが、こいつはマジで本物です。原さんは日々エイジングケア戦っているので、またいいものが見つかったらどんどん動画で配信していこうと思います。高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。